はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は優しいカイザー1番の、応用練習の練習1の中の3連符のやつやっていきたいと思います。3連符なのでこのくらいの速さになります。ちょっと厳しい方は 0.7 倍速とか YouTube の方で設定していただいて、ゆっくり練習していただいてもいいかと思います。はい、では一緒にやってみましょう。ぜひですね、楽器を持っていただいて僕と一緒に、弾いていただければすごく嬉しいです。3連符、あえてメトロノームは使いません。使わないで、体の呼吸に合わせてやっていきたいと思います。弾き始める前には必ずどういう風に弾くかっていうのを、想像していただいて、そしてそこに乗っかるだけという気持ちで弾いていただければと思います。ですのでこの動画では皆さん僕と一緒に呼吸をして合わせてみましょう。ですのでこのくらいで弾いてみましょうかね、と思いますので、ラタタ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 タ、このカウント、ラタタ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 、いきますよ。1、2、3、4、もう一回いきましょうか。ごめんなさい、せーの。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、この3連符でやるのもね、結構ね難しくて体力使いますね。ぜひですね、完璧にできる人はもちろんいいですが、もしできなかったところがある方は、何回でもですねこの動画、見るだけただですから、回数ね重ねながら一緒に練習していただけたらすごく嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。